はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。ゴーストオブツシマやっていきたいと思います。今回は、マスコさんの方のイベントをね、やろうかなと思います。それが終わったら、こちらのね、火球の便りってやつを再開したいと思います。では、まさこさんがこっちの方ですね。はい。おっと、ここにいるの？マスコさん。ここ、もうこの？もうこは、あ、いないのか。よかったよかったよかった。ちょっと待って、ここどうやって降りるんだ？なんか俺変なとこから来たな。ほいよ。はいよ。降りまーす。ほうほう。止まれ、浪人。何用で参った？浪人ではない。酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。鶯谷の佐藤佐だ。さあ、こちらへ。いや、俺、雅子さんに会いに来たんですけど。参りましょう。いやいや、ごめんなさい、俺、雅子さんに会いに来たんだ。雅子さんに会いに来たんだ。あれ、おかしいな。まさこさんに会いたいんだけど、マジ？マジ？まさこさんに会えない感じですか？あ、ここ登るのね。はい。このお方が、この方、ほう。鶯谷へようこそ。誰？猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃ、わけもなく切られることはないけどね。さて、それじゃあ、御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。はい。あんたとは助け合えそうだ。ぜひ仲間になってください。じゃあ今度こそ、あれ、なんか増えた。お、ちょっと待って、え、まさこさんのが消えた。あれ？まさこさんの方行きたいんですけど、俺。入り口どっち？お。入り口、あれ、この辺じゃない？違う。あ、あれ？なんか居場所が変わった。あ、何？移動しちゃったの？マスコさん。マジ？マジっすか？しかも俺って正規の入り口から来てないしな。へえ、こんなになってたんだ。彼岸花？彼岸花かな？彼岸花だな。いっぱいだね。ん？こっちだってる？なんか、え？お、まさこ殿。そしてなんかこの辺にハテナがあるんだけど。あれ、やっぱ移動してる。マスコさん、なんで移動したの？ジン、こっちだ。はい、はいはい。マサコ殿、いつからいらっしゃるのです？何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。
ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中にブーを流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。ドゥグロドグシャ。開けた場所は避けるぞ。はい、こっちだ。大村はウムギへ向かうと聞いたが、いつかはわからん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は？さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も？館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。牛乳とパンを持ってきたらいいですかね。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組みしておるか。わしは谷へ行く。話したいものがおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。ウムギで待ってる。はい、後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。兄の道は狭い。分かった。上から後をつけるとよいぞ。兄なんだあれ。上から追うのね。お知らせの弟にうぬぼれて汚れ仕事を手伝おうとせ。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。ほう、あ、でこれあっちに渡るのか。足が水浸しだ。まったくひどい道だな。で、ほ、で今度はあっちか。ほしっしっ。で、え、ここ登るの？しっ見失う。家族の仇を討つと、足立のジジイも、その一族も、この世から消えた。いる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 、そこおるって。兵は気に入らんようだが、あいつは足立家の仕打ちを何も覚えちゃいないからな。どこ行った？どこ行った？なんかお墓があんのかな。あ、そこか。大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の1000倍以上だぞ。すいません、右下の方にいますね、今、お兄さんね。で、どっち行くの？こっちね。はい。自慢の子だろ？当然だよな。お前は何も分かっちゃないんだ。めっちゃひ、なんかすごい、あれだね、独り言喋るね、この人。足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。この上か。ほっ、着いた。ほっ、あ、バレたバレた。どうしてついてくるんだよ。え、違うっすよ。違いますよ。私は、単なる通りすがりのもんです。うわ、マジか。なんで落ちたかな、あれ。ここだ、ここ。はいよ。お。別にあの人らには見つかってもいいんだよね。酒をよこせ。二度と村に来るなと言っただろ。しきたれドロボメ。こいつか。昔の話をいつまで引きずるんだ。立ち去れなければ人を呼ぶぞ。もういい、いらねえよ。こっち。何様のつもりだ。ほ、ここは海だぞ。あっ、あああああ、落ちた落ちた落ちた。
落ちた落ちた。え、どこ行った、どこ行った、あっちか。上から行くべきだったな。政子殿を探そう。政子殿、あっちか。政子殿。ジン、こっちだ。はい。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。どこ行けばいいんですか。俺は降りるって。今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のじじいの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよう。どこへ行く。追いましょう。かがめ、奴らに見つかる。かがんでます、かがんでます。あ、兄弟追え、はい。追うのね。あ、あっちか。兄さんは子供もいたのに。俺は殺しちゃいねえ。武具を流しただけだからな。畜生が。マサコは生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに何ができる。腹渡を引き抜いてやる。抑えて。最低だな、ほんとこいつら。見つかるぞ。はいはいはい。ん？どうした？マサコさん大丈夫？今すごい鈍い音したけど。一人で来るって話じゃ。念のため連れてきたんだろうさ。腐っても侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを、見届けましょう。はあ、何かおかしいぞ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちが大村か答えろ。なあ、俺ですよ。それで金はここにある。おれ、私の獲物を。ああ、どこだ。あいつか、いつか。オッケー。いいよ。やべ。ほら。やっぱダメージ食らわずにって難しいな。死におったぞ。文があると聞きました。持っておりやみ。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。はい、大村についての文、文文じゃない、文ですね。はあ、はあ、はあ、もう殺せって言ってるね。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。ほう。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小者がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。
このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなど折れぬわ。まあなあ。一族を殺した犯人の一人はクバラにおる。檻を見て来てくれ。はい。じゃあ終わりか今回は。はい、終わりました。さあ、噂が広まる。鬼人の刃、かっこいい。鬼滅の刃みたいだな。はい、はい、鳥ちゃんが鳴いてる。そっち？上？上か。あ、物資があった。そっち？お、あー。ほうほうほう。これか。やりましょう。いくぜ。お見事。楽勝楽勝。なんか一個乗ってる。オーケーパーフェクトいいね、パーフェクトいいですね。さて、どうしようかな。メインだと多分長くなりそうだから、あ、ケンジじゃん。ケンジじゃん。ちょっとケンジ、ケンジ会おう。ケンジこっちか。じゃあケンジに会いましょうかね。ケンジ久しぶりだね。ほら、また待ってたんか。ケンジ、何をしておる。酒井様。なんだ。祈りが通じました。またか。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです。肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっちる気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ。酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか。もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。おお、わかった。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな、こたびは。手を貸そう。ありがたや。ケンジ憎めないキャラだわ。持ち合わせ場所に行け。ああ、賊に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内。本当に本当に金持ってんのか。絶対嘘だろ。本当に。お目事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。3度。堅実な商いをしろ。それも命がけですよ。最初の品は坊主んとこの酒でしたし。まさか盗んだというのか。もし捕まっても多めに見てくれそうでしょ。知恵を絞ったのだな。そうでしょ。だけどあいつら総兵でして、太刀やなぎなたを持ち出して。きっとまだ探してますよ。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出た錆というものだ。帰り見るべきだな。
はぁ、まぁ、もうちょっと本当に正し、清い商いをしてください。もう俺まで振り回されるやん。熊の鳴き声がする。気のせいかな。あの橋で落ち合います。歩きましょう。はいよ。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。では、もしもの時のための合言葉を。これどうです？お元気で何より。好きにしろ。お元気で何よりです。結構な感じで言う言葉じゃね？え、普通になんか敵おるやん。普通に敵おるやん。え？あ、賊だ。罠だったか。騒ぎを起こさずに賢治を守らねば。なんでまたこんな偏僻なところに。ここなら俺が守護して。またご冗談疑うもんですか。金はどうした。もちろんここに。賢治を殺すにしては数が多すぎる な, もさっぱりだな。まあ気にすることはない。金の話をしたまだいる。欲しいもんでも仕入れましょう。アザマ浦に行ったことはあるか。それはもう。あ、いるいる。アザマの出の漁師と知り合って話を聞いた。クロードが猛虎を一掃し、ついでに鍛冶屋も消えたらしい。クロードの話なんてデタラメですよ。わかった。ほら、クロードが現れる前、裏に秋人が来て猛虎に酒を振る舞っていたそうだ。そんなんじゃおまんま食えませんね。だが敵の目を欺くことはできる。そのおかげで。こいつを殺せ。キロードもだ。助けて。げ、バレたーとあいつだ。バレたー。バレたー。わあ、バレたー。死んじゃう。バレたー。待てー。ほら、ほら、クロードの方、行け。ちょっと待って。オッケー。また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む。お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも賢治、なぜ千なきことに命を落とすのだ。千内なんて、全ては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。本当だな、本当だな。お前次なんかあっても知らんぞ。いやー、はい、ケンジ、ほんと真面目になれよ、お前。もうごくごく飲んでるけど。さあ、結構遠くまで来たな。あ、ここにあったね。はい、次回はさっきのね、火球の便りを続きをやっていこうかな。小次郎の六本刀。ね、小次郎ってあの、小次郎？マジ？
ちょっとやりたい気もするけど、まずね、下級の頼りをやって、試行しよっかな。はい。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあね。